名前、娘にせんべい、もろて。フードコート、ナフコのフードコートの香りがします。お口の中がコロッケの香りがします。船の誘い、お断りしてもろて。はい、そうですね、やりたいことがありまして。いいところで集中切れました。スイカのつるのサポートを作りたくて、スイカの成長は待ってくれませんでして、スイカとプレジャーボートどっちが大切かと言われましても、バッタが来ましたね。どっちも大切でして、溢れた水、溢れたお金、溢れた時間、かすりだ。これを投資に回してもろて、ある人からもろて、かすりだ。発電も貯めれなければ捨てているわけで、溢れた分を使ってもろて。玉へのこと、五肩の玉へとは上段、中段、下段、右脇、左脇の構え、この5つを言う。構えを5つに分けはするが、いずれも相手を切るためである。構えはこの5つの他にはない。どの構えであっても、構えると思わず相手を切ると思わなくてはならない。構えの第1章は、愛に応じ立つ理に従うべきである。上段、中段、下段の構えは基本の構えである。右脇、左脇の構えは応用の構えである。右脇、左脇の構えは上肩が塞がりて脇の一方が狭い場所での構えである。右か左かは場合によって判別する。兵法の起源に、構えの究極は中段であると心得よ。中段の構えは本来の構えである。兵法を大きく捉えてみるがいい。中段の構えは武将の座である。武将に従って後の4つの構えがある。よくよく考えを尽くす。ドラッグスターですね。元気かな。